準備はいいかな？準備がいいわけじゃないの。もう気分が悪いわ。我慢できるかどうかわからないけど、この子のおかげで頑張れるの。一緒にいると何でもできるんだ。それはなんだ？病院に動物を連れてきちゃいけないだろう。緊急事態発生。早く出て行って。新しいルールを決めたぞ。汚い動物は病院に連れ込み禁止だ。私の子猫ちゃんなのに。診察室はあっちよ。頑張って。ああ、こんな体は病院じゃめったに見れないわね。彼女に比べて私の体は。みんなありがとうね。投げキスを送るわ。一目惚れしちゃったよ。すごい体ね。みんなはどこ行くの？呼ばれるまで待ってなさい。はい。いや、腰をかけて。すぐに始めるよ。わあ、すごい。ごめんね、今日は調子が悪いんだ。今がチャンスね。リラとローラ、時間よ。新鮮な空気が吸えるわね。こっちへおいで。どう？気に入った？なんて綺麗なんだ。僕も悪くないよね。名前は？それはなんだ？ハムスター？そんなことをして恥ずかしくないのか？早く病院を出て行って。あ、赤ちゃんがいるの？それなら通っていいわよ。はい。あ、ごめんなさい。この間お水を飲んだの。お水を飲んだですって？違うでしょ。病院に魚を連れてくるなんて恥ずかしくないの？早く出て行って。もう何なのよ。あ、落ちちゃう。大丈夫？その水槽のせいよ。私の大切なお友達よ。悪いけど病院に動物を連れ込んじゃいけないの。可愛いカメさんだってここに残してもらうからね。専用の水槽だってあるのよ。さあ、ここで待ってて。通っていいわよ。ジェリーもここで待ってもらうわよ。でも、なんでここに残さないといけないわけ？友達と離れ離れになりたくない？ジェリー、帽子の下で待っててもらってもいい？2層にして、ジェリーが快適に過ごせるようにするわ。できた。扉はこの可愛い赤いハートね。さあ、入って。きっと気に入るはずよ。さあ、行くわよ。待ちなさい。何が入ってるの？何も？それなら通っていいわよ。はい。じゃあ、今日はどうしたの？歯が痛いの。痛すぎて動けないわ。それは歯の問題じゃないよね。あ、よくわかったぞ。何回言えばわかるんだ？動物は連れ込み禁止だって。ちょっと待って。手に持ってるのは何？ウサギ？かわいいけど病院に動物を連れてきちゃいけないの。ダメなの？どうしましょう。早くどこかへ隠してあげないと。バイバイ。よく考えて。あ、そうよ。リュックをパーカーの下に隠して妊婦のふりをすればいいんだわ。待ちなさい。あ、赤ちゃんも待ってるの？おめでたい話ね。通ってもいいわよ。あと少しだ。あれ、やっちゃった。あ、ごめんね。通って通って。困ることがあったら教えてね。うまくいったわ。ほら、出てきてもいいわよ。ここは安全だからね。もう誰にも邪魔されないわ。
準備をするよ。あれ？何の音だ？何も聞こえなかったわ。どこ行くの？ああ、やっぱり気のせいじゃなかったんだな。妊婦さんだと思ってたのに、まんまと騙されたな。出て行って。まさか荷物チェックされるとはね。待ちなさい。バスケットボール選手なの？私もバスケが大好きなんだ。ほら、メダルもあるの。ボール貸してよ。無理だよ。なんで？あ、バレたぞ。残るは逃げるだけだ。待ちなさい。絶対に追いつくからね。どうして走るんだ？はい、座って。お、君はクエンティン・スミットだよね。テレビで見たばっかりなんだ。お願い、サインもちょうだい。サイン？いいよ。できたよ。ありがとう。待ちなさい。先生、その人おかしいの。ボールを渡してくれなかったのよ。早く貸しなさい。何が起こってるんだ？絶対に渡さないよ。あ、バレちゃった。じゃ、帰るね。見てくれてありがとう。サインが欲しかったのに。動物は連れ込み禁止みたいね。でも離れ離れになりたくないの。いいこと考えた。看護師さんが写真を撮ってるうちに白衣をもらっちゃおうっと。従業員がチェックされることはないでしょう。さあ、救急箱に入って。これこそ完璧なプランよ。何してるの？携帯をしまって。うまくいったわ。もう、何なのよ。うまくいったわ。これで一緒に治療に挑めるわね。すっごく嬉しい。ねえ、治療を始めようよ。ナンシー、また携帯をいじってるの？ちょっとだけよ。あれ？先生はもういるわよね。遅れてごめんね。あれ？何が起こってるんだ？君は誰だ？ごめんなさい、そんなに怒らないで。さっきのは何だったんだ？次の人？私よ、幸運を祈って。まずは本を開けなさい。中に何か入ってるでしょ？ただの本よ。ほら、やっぱり。ハムスターは可愛いけど、病院に動物を連れてきちゃダメなの。診察の間は面倒を見ておくからね。後で戻ってきて。はい。ダメだったの？ゴキブリのマイケルはどうしましょう。昆虫だってダメよね。いいこと考えた。まずはビタミン剤が入った箱を盗むのよ。忍者の映画が好きだから、忍び寄るのは得意なんだ。やった。これでマイケルを中に入れればいいのよ。ビタミンは持ち込んで OK でしょ。ほら、入って。さあ、行くわよ。そうなのよ。待って、それは何？ビタミン？それなら通っていいわよ。あと少しでスコア更新だ。あ、ごめんね、気づかなかったよ。さあ、腰をかけて。マイケル、生きてる？着いたわよ。数分だけ散歩していいわよ。あと少しで終わるからね。もうすぐ家に帰るから。あれ、どこだ？何か探してるの？そう、ビタミンを探してるんだよ。あ、持ってきてくれてありがとう。そんな。あれ、ビタミンはどこだ？空っぽだよ。これはなんだ？
病院にゴキブリを持ち込むなんて恥ずかしくないのか？早く出て行って。わかったわよ。でもマイケルを返して。